皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回はプロテインの意味ない飲み方についてお話ししていきたいと思います。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載していきますので、ぜひ気になる方は概要欄よりチェックお願いいたします。ではプロテインの意味のない飲み方についてお話ししていきたいと思います。プロテインっていうのはですね、取り方を間違えてしまうと意味がなくなってしまいます。まず一つ目の間違った飲み方、トレーニングの日だけ飲む。プロテインってトレーニングしない日は飲まない方がいいんですよねってよく僕も聞かれます。プロテインはタンパク質です。トレーニングしない日もタンパク質が足りないなら飲んでほしいです。筋トレをした日っていうのは筋肉がより分解される。なので筋肉の栄養となるタンパク質っていうのはしっかりと摂る必要があります。筋肉を大きくしたいのであれば最低でも体重かける 2g のタンパク質は取ってほしいです。皆さんトレーニングをする日はですね、意識するんですよ。トレーニングをしない日はタンパク質取ったらダメっていうイメージがなぜかあるんですよね。トレーニングしない日もタンパク質取ってください。タンパク質が足りひんやったらプロテインも飲んでください。なぜならですね、筋肉っていうのはトレーニングをした翌日も分解は続いてます。分解が続いている状態で栄養を与えないとどうなるのか、修復しないんですよね。せっかく修復して成長する過程があるのに、ここにしっかりとタンパク質を入れないと修復しないんで、結果分解されるだけなんです。これ意識するかせえへんかだけで成長速度っていうのはかなり変わります。トレーニングする日、トレーニングしない日もタンパク質っていうのはしっかりと取ってほしいです。続いて2つ目、プロテイン飲んでるから他の食事でのタンパク質はいらんや、こういった考え方です。いります。皆さんプロテイン飲んでるだけじゃ意味ないです。タンパク質取ってください。僕の場合ですね、体重かける 2g のタンパク質取るのであれば 70kg なんで 140g ということは1日プロテイン7回飲まないとダメなんですね。1日7回もプロテイン飲まないでしょ。しっかりとね、食事からまずは優先してタンパク質取りましょう。他の栄養素をできる限りカットしたタンパク質、これがプロテインです。プロテインだけでいくのであれば、ビタミンのサプリメントだったりとか、鉄分のサプリメントだったりとか、ミネラルのサプリメントだったりとか、いろんなところから栄養を摂取しないと栄養のバランスがかなり崩れます。食事から取るとタンパク質以外の栄養成分も入ってるんですよね。レバーとかやったらビタミンも入ってれば鉄分も入ってる、魚だったらカルシウムも入ってる。タンパク質プラスアルファでついてくるんですよ。栄養バランスを整えたいのであれば、まずはリアルフードで取ってあげる。お肉類、魚類、大豆類、そういったところからしっかりとタンパク質を取ってプロテインで補うっていうような考え方にしてあげてください。ラスト3つ目、食事と同じタイミングにプロテインを飲む。意味があるケースもあります。タンパク質源今回の食事にない、この状態でプロテインを飲むのは全然 OK です。1回でやっぱ人間が吸収できるタンパク質量っていうのは決まってます。オーバーしてしまうと全くもって意味がないんですよね。人間は血中アミノ酸濃度っていうものを保っていくことによってしっかりと筋肉を分解せずにいられます。マッチョが2時間おきにプロテインを飲むっていうのは、この血中アミノ酸濃度を一定に保つためなんですよね。タンパク質の総摂取量はしっかりと取れていても、3食で取っているのか5食で取っているのかでも大きく変わるんですよね。プロテインドリンクです。水飲む感覚で飲めるんですよ。ぜひとも持ち歩いておいてほしい。食事でしっかりとタンパク質取れてるのであれば、プロテインは違う時間にぜひとも飲んでほしいです。そうすることによってかなり効率も良くなってくるので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思います。今回のこの3ポイント参考に、プロテインの飲み方を今当てはまってしまった人は改善してみてください。この動画が良かったらいいね、チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録もお願いいたします。また概要欄にはですね、お得な情報なども掲載しております。公式 LINE の情報も掲載しておりますので、友達登録もお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。